はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、メインストーリープロローグの続きの方をやっていこうかなと思います。いや、これでね第3回目なんですけれども、もうハマっている自分がいます。もうね、2年ぶりのメインストーリーめっちゃ楽しい。ということで、今回前回は、プロローグの5話まで行ったので、6話の方からしていこうかなと思います。おー、ボイスジェイドリーチだったな。お迎えの方も前回と同じ、青春真っ只中の、ジェイドリーチでお送りしております。そろそろ日替わりなんだけれども、そろそろ変えたいな、ホーム。ジェイドの式典服か実験着にそろそろ変えようかな。はい。メインストーリーの方まで来ました。今回6話の方からなので、6話は、あ、またリズミックがありますね。あ、なんだったっけな、すっかり忘れてる。なんだっけ、連続でリズミックなんだったっけな。あ、で、先にお伝えしますと、私の声の方が完全にうるさいので、一度、履修してからご覧いただくことをお勧めします。あ、グリタンタラマ、あー、ちゃんとお化けをやっつけられて偉いね、グリタンマ、もう本当に。私ね、親バカとか猫バカっていうよりも、グリバカなんですよ、本当に。グリム見ちゃったもう可愛い、本当に。すごかったよ、可愛かったよ、かっこよかったよ、可愛い。泣いてるのか、怖かったよね。ほんと、待つよがっちゃって、もうグリタンタラ怖かったんでしょ、本当は、本当は怖かったんでしょ。お、誰か来たな。ああ、学園長。やっさせ。夜中に夕食持ってくる学園長、やっさせ。好きになっちゃう。好き。あ、見つかっちゃった。バレちゃった。グリム招き入れたこと。バレちゃった。でもね、グリタンがいたから、ゴーストを撃退できたんです。お願いします。穏便にしてやってください。お慈悲をお願いします。あ、そう、そうだったのな。なんで忘れていた？大事なことをなぜ忘れていた？確信犯か、もしかして。こいつもしかして確信犯なんか？というか、ふとした疑問なんですけれども、寮って7つあるじゃないですか。で、ここはオンボロ、今はオンボロ寮なんですけれども、昔は生徒がちゃんといたって言って、今言ってたじゃないですか。8つ目の寮があったっていうことなのか、それとも、7つの寮のどれか、いずれかの9寮だったのか、どっちなんですかね。ね、もしね、元スカラベア寮とかだったら、ね、ドギマキしちゃうよね。あ、はい、また私、優しいので発言が来ましたね。結構使うね。変身薬。これは魔法で変身できないんか。やっぱり薬飲まないとできないんか。やっぱり変身が得意な人とかがね、それ良し悪しとかあるんですかね。薬飲まないと。あと、オクタも確か変身薬で人間になってるんですよね。だから、もしかして変身能力って魔法だとかなりの高等技術でできる人少ないのかな。あ、てか全然話聞いてなかったけど、あ、そうか、学園長と戦うっていうか、これね、リズミックするんだった、そういえば。あ、もしかしてあれか、曲は同じで、ちょっとむずくなるやつか、もしかしてこれ。てか、これリズミックが終わった後も、どれぐらい学園長このゴーストの変身したまんまなんだろう。丸一日このゴースト学園長だったりしたらどうしよう。あ、これ、そうだ、これ、4方向からのリズミックだ。むずい、ちょっとね、実況しなく、むずい、これ。下の方とかあんまり見えない。どうしよう。ついに初ミスしてしまうかもしれない。っていうか、パーフェクトの時はすごく気持ちいい音するんだけれども、グレートの時ってなんかちょっとかすっていう音。ちょっとね、かすってる音してすごい。良い気分じゃないんだよな。あ、てか初回からしれっと進めてたんですけれども、このリズミックの成績によって、クリアのバーがあるんですけれども、クリアできるかできないかによって、この、途中の、お話が少し変わる分岐点があるんですよね。なので、これはちゃんとできてるバージョンの、ストーリーとなっております。でもグリターにそんなノットクリアなんかできない、かわいすぎて。僕グリムバカだから。
絶対にクリアしてやるんやっていう強い意志を持って私今タップしてます。はい、もう学園長をボッコボコにする覚悟で今タップしてます。いやほら見て、ちょっとパーフェクトが多くなってるんじゃないかしら。私あの性能が良くなってるんじゃないかしら。よかった、あの序盤ちょっとグレートだったからどうしようかと思ったけど、あ、よし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 。これはいい成績だったんじゃないかな。あれゴーストも来たぞ。あ、もしやお前学園長、お前ゴーストとグルだったんかな。なあなあ、お前グルだったんか。あ、もしかして幻覚か、これあれ幻覚っていうか、あの魔法で作り出したあの偽ゴーストなんかね。ちょっとこれはあの真偽ですよ。あ、はい、そんなこんなしてる間に、リズミックが終わりまして、ハイスコア行くかな。あ、行きましたね、よかったよかった。次々ともうハイスコアを塗り替えていく私のこの技術。ま、あのね、2年ぶりですから、そりゃね、感覚もね向上してますよ。はい、次が、プロローグの7話となっております。本当にすっかり忘れてるから、これからどういう展開になっていくのかね、本当に忘れてますよ。早くグリムって言ってあげて、モンスターなんてそんな冷たい言い方しないであげて。てかもうモンスター芝居っていうか、なんかちょっと気になってるんだけれども、やっぱりグリムのさ、この耳の炎ってやっぱりちょっとイデアのあの炎、シュラウド兄弟の炎と少し通ずるものがあるのかなーなんてちょっと思ったりするんですけれども、皆さんどう思います？なんかね、プロットのあの兼ね合いのね、なんだかかんだかっていうあったじゃないですか、6章の。だから、あ、すいません、あのグリムと一緒にあの置かせてください。俺らニコイチなんで、お願いします、どうかお願いします、もう土下座でも何でもするんで。よかった、ここは認められた。しし、闇の鏡、ありがとう学園長。足を盛りしてるクリタ、かわいい。ああ、そうだった、そういえばそうだった、居候の分際だった私。そうか、最初はこういう感じになってたんですね。まあ生徒じゃなかったんだ、そういえば。懐かしい。え、てかちょっと待って、腕組みクローリー少しちょっとエッジじゃない。ちょっとあの腕ちょっとなんか、え、色気感じません？やだこれ、ちょっと、マジマジ見ちゃった今。あれ今まであんまり気にしてなかったけど、あれまだキャラ生徒たちがさ、あんまり出てきてないからさ、クローリーになんか色気を求めてしまう自分がり、まああのエッチなんですけれども。いや大人の魅力っていいですよね、本当で。学園長とクローリーとか、あとサムとか、めちゃくちゃ好きですよ私教師陣が。あ、ついに来ました、雑用係。そうだ、最初は雑用係で私たちこのオンボロ寮にいさせてもらってたんだ。そういえばそういえばね、あの称号でも雑用係っていうのありましたちね、懐かしい。雑用係の時代の Y、 懐かしい。もう本当に思い出として懐かしんでるんだよこの振り返り実況が。なんかあの感覚に似てる、ちょっと夜中にあの片付け、部屋の片付けし始めて、あの古いアルバム、見つけちゃって、あ、懐かしいって言ってる時と、あのあれとちょっと似てる。いや本当ね、見返すのって大事だよ。もうすべてがね、思い出としてね残る。あー、終わりました。はい、7話でしたかね、こちら、プロローグの、7話が終わりまして、次が8話、あ、8話バトルだ。あららら、あ、これもしかして、フレンド様が一人選べるタイプのやつか。あ、ほんと、あ、はい、初バトルです。私あのフレンド様、これからのランダムでちょっと、お力を貸していただきたいかなと思います。今回はあのフレンド様のアズール両服の方を、ちょっと借りさせてか、ちょっとか、ね、レンタルっていうのをちょっとあれなんですけども、使わせていただきます。もう本当私のフレンド様激強のキャラばっかりで、本当ありがとうございます。本当にいつも力
借りさせていただいてます。本当成り立ってます、私フレンド様で。はい、話ストーリーが進みました。プロローグの8話ですね、ゴーストから始まっております。ゴースト、かわいい。ちょっと待ってね、寝起きグリタン、てか寝てるんですけどまだ。かわいい、やだ、もうちょっとモーニングコールしちゃうぞ。かわいい、むにゃむにゃしてるのきゃ、あれれれれ。起きちゃった。はい、バトルが始まりました。フレンド様のアズールのデュオボイス聞きたいな、どうかな、ランダムでね、コマンドが鳴るから、ダメだったらもうしょうがないけれども、うわ、ていうか HP 低く無理じゃん、あ、無理じゃん。ダメでした。リドルとのデュオもあるけど、でもゴスマリのエースもない、ゴスマリのエースですかな、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとあのアズタンのデュオ聞きたか、うわー、すごい顔よ。あー、アズールのちょっとボイス聞きたかったんですけれども、デュオ両服のちょっとこれは次回に持ち越しですね。申し訳ございません。いや、なんつったって HP が、あーずー。HP が5000しかないからもうターン1で終わるんよ。異秒で終わりました。はい、ゴーストとの戦いが終わりまして、うわ、ちょっともうね、これから長い付き合いになるゴーストたちとの初戦が終わりました。うわ、グリタン、そんなこと言っちゃってなんだかんだで仲良しになっちゃう。うわー、黒いモーニングコールしに来た。やだ、もうちょっと。学園長のモーニングコール付きのがおんぼろよ、最高すぎか。いや、おこおこグリタン、かわいいですね。私はぐっすり眠れたんですけれど。いや、いついかなる時でも。ずぶとく寝れますので、私。Y 監督生。お、ついに初お仕事が来ましたね。最初のお仕事は一体何でしょうか。うわ、まだ切ったね、談話室。全然片付けられてない。はい、学園内の掃除ですね。いや、掃除か。めんどくさいな。まあ、仕方ないですね。居候させていただいてるので。仕方ない。はい、何でしょうか。あ、はい、わかりました。大丈夫です。で、全然大丈夫じゃないけど。ここは大丈夫と言っておきましょう。ありがとうございます。学食のためにお掃除頑張ります。なんだっけ、おじたんが好きなやつ、デラックスメンチカツサンドだっけ。あれ食べてみたいですよね。めっちゃ美味しそうですよね。もうそんなこと言ってグリタンも頑張ろう。いや、俺たちは二人で一人なんだから。二人で一人の生徒なんだから。いや、ほんとあの実験技のグルービーのセリフも本当に泣けますよ。なんかあれを聞いてからは終わっちゃったよ。もうほんとあれを聞いてからのこの振り返りの実況最高ですね。はい、プロローグの8話が終わりまして、はあ、今回もすごくボリューミーでした。初バトルも、行いまして、ごめんなさい、フレンド様のちょっとアズタは使えなかったんですけれども、次回のバトルでもちょっとフレンド様のお力を、ちょっと使わせていただければなと思います。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。